新製品、MacBook Air を手に持つ CEO のスティーブ・ジョブス、MacWorld Conference&Expo2005 の会場のーマックワールド、様子 MacWorld iWorld は、米国エジワールドエキスポが主催し、アップル製品の発表や展示が行われる、イベントである。1985年に、サンフランシスコで、初めて開催され、以後、ニューヨークや東京などでも開催されている。 特に有名なのが毎年1月に開催されるサンフランシスコのもので近年では2007年に iPhone が発表されるなど新製品が発表されることが多いことから注目されていたがアップル自身は2009年1月をもってこのイベントから撤退以後ジョブズによる基調講演をはじめアップルの新製品新技術発表などは WWDC に集約されている 元は、マックワールド・コンファレンス・エキスポという名称だったが、2012年の1月から、マックワールド・アイ・ワールドに変更された。スティーブ・ジョブズ・デリバリング・ザ・2005キーのート・アドレス。最初にマックワールド・エキスポが開催されたのは1985年、サンフランシスコである。この会合は、ペギー・キルバーンがイベントを手伝って、彼女の持ち運びできるテノールが会場を賑わせた。 発言者は、キルバーン・ワーによって抜擢された、デビッド・ポグエ、スティーブ・ケース、ボブ・レバイテスが、ブマグ、レーザーボードと他の主流のグループを紹介した。サンフランシスコでは、いつも、モスコーニセンターで開催された。エキスポは1985年から1993年まで、サンフランシスコシビックセンター近くのブルックスホールでも、開かれた。この頃は、 モスコーニセンターを拡張して一箇所で連結して行うことを試行した。2005年までアメリカではサンフランシスコでの1月と東部で夏に開催された。ボストンではベイサイドエキスポエグゼクティブ会議場で開かれ後に拡張されボストン国際トレードセンターになった。1998から2003年にニューヨークのジェイコブ系 ジャベツコンベンションセンターで開かれた。2004から2005夏まではタイトルを変えて、マックワールドコンファレンスエキスポとして、ボストンでアップルの参加がなかった。他社はアップルの縮小に追随した。その結果前面のマックワールドカンファレンシーズに比べて、規模は縮小した。2005年9月16日、エジは、以後、夏のショーは、 ニューヨークやボストンでは開催しないと発表した。展示会は他の都市でも開かれた1997年から展示会はアップルの CEO であるスティーブ・ジョブズによるスティーボノツの基調講演での発表が行われた。8月6日、ボストンの基調講演ではマイクロソフトからの1億5000万ドルの出身受け入れと提携が発表されビル・ゲイツが衛星中継で スクリーンに登場すると、ブーイングが起きた。また、スティーブ・ジョブズも加わったアップルの新しい、取締役会が発表された。1月、サンフランシスコの基調講演では、MacOS 8.1と、クイックタイム3.0が発表された。ニューヨークの基調講演で、バトル・オブ・シリコン・バレーで、ジョブズ役を演じたノア・ワイリーが登場、キーノートアドレスをアピール。 その後ジョブスが登場し、iBook、QuickTime TV とエアポートの発売を発表した。ヘイローはバンジーから発表された。バンジーは後にマイクロソフトに買収され、ヘイローは Xbox に排他的になる。サンフランシスコの基調講演で、MacOS 10のアクアユーザーインターフェースが発表され、ニューヨークの基調講演では、 パワーマック G4 キューブの発売が発表された。サンフランシスコの基調公演で iTunes と Apple の最初のワイドスクリーンポータブルであるパワーブック G4 の発売が発表。ニューヨークの基調公演では新しい主流となる製品が含まれたがメガヘルツミスの技術的な発表だった。1月に基調公演で iMac G4 発売が発表。 10月にエジワールドエキスポは2004年にボストンに移る計画を発表した。同日、アップルはボストンのマックワールドエキスポには参加しないと宣言した。1月基調講演でサファリウェブブラウザエアポートエクストリーム17と12インチのパワーブックの発売を発表。2003年エジワールドエキスポをニューヨークトレードショーから マックワールドクリエイティブプロコンファレンスエキスポに改名する。例年通りサンフランシスコとボストンに会期した。パリでも開かれた。パリではアップル副社長のフィルシラーがパワーピシー g 5プロフェッサー搭載の最新版 iMac などを発表した。サンフランシスコで1月10から14日に開かれた。基調講演でマックミニの発売を発表。 ショーの最中エジワールドエクスポズは、マックワールド、オンツアー小規模の会議をいくつかの北米の都市で開催すると発表した。フロリダの喫神名で開催されたが、以後は中止され以後マックワールド、オンツアーは、現在に至るまで開かれていない。2006年1月、インテルコアデュオを元にした iMac の発売が発表された。 会議は1月9から13日に開かれ訪問者は2005年に、比べ6.8%増加して38,441人だった。有料の会議には代表団が20%の増加で4,188人で、出展企業は25%増えて367社だった。マックワールド2 0 0 7ジョブスは iPhone 携帯電話を発表した。 アップル TV と会社名を Apple ンピュータ t e r i から単純に Apple ンクに変更すると発表。エジワールドエキスポは m a c ワールド2 0 0 7は参加者は45,572名で前年に比べ19%増加したと報告している。m a c ワールド2 0 0 8ジョブスは世界サイウスの MacBook Air を発表。 Mac OS 10 V10.5 レオパード上で使用するタイムマシンと連動するタイムカプセルデバイス iPod Touch のアップデート Apple TV Take 2等を発表した。エジワールドエキスポは Mac ワールド2008参加者は前年度よりも10%以上増えたと報告している。サンフランシスコで2009年1月5日から9日開催。 アップルが参加する最後の m a c w o r l d キスポとなった。ジョブスは参加せず、健康問題に関する声明を発表した。フィルシラー副社長がスピーチを行い、17インチの MacBook Pro、iLife、iWork09 などを発表。また iTunes ストアの全面 DRM フリー化、価格バリエーションの追加を発表。m a c w o r l d e x p は、MacWorld。 アイワールドに名称を変更 http コロンスラッシュスラッシュ www.peggykilburn.com スラッシュページーズスラッシュ759463スラッシュインデックスドット h t m ハットエジプルズプラグオンマックワールドボストンテックニュースオン GD ネットハットエーベルジョン C オーガスト61997アップルレスキュードバイマイクロソフト ワイヤード一瞬1059から 1028https コロンスラッシュスラッシュ www.wired.com スラッシュ2009スラッシュ08スラッシュ dayintch-0806 ダッシュスラッシュ2020年1月17日閲覧マックワールドボストン1997スティーブ・ジョブズ・リターンズビル・ゲイツ・アピアーズ・オン・スクリーン山田組夫との マックワールドエキスポ、サンフランシスコ98フォトレポート http コロンスラッシュスラッシュ www.atpm.com スラッシュ5.08スラッシュパラダイム .shtml。マックワールド、スティーブ・ジョブズ2キーノートマックワールドエキスポ2005、ハット、マックワールドコンファレンスエキスポ2006、サンフランシスコゲーンズ7%アテンダンス。 インクリースウィズモアザン3 8 0レ0オーバーオールビジターズビジネスワイヤハットマックワールド、マックワールドエキスポアテンダンスブレイクスレコーズ、ハット AB、マックワールドコンファレンスエキスポセレブレーツにフォースサクセスフルイヤー。ありがとうございます。